はい、株式会社八円坂田誠です。今回もお送りします八円ラジオ。今回ですね、岐阜の方の YouTube セミナーの方の更新会来ております。今回はなんとですね、ラジオゲストがおります。ブーブーオークション栗本義隆さんです。栗本さん、どうもこんにちは。あ、こんにちは。はい、はい。栗本さんですね、なんとですね、まあ中古車がね YouTube で売れてるということは非常に有名なんですけども、なんかすごいのが最近また売れちゃったらしいですね。はい、なんと1000万近いあのレクサスが売れました、 YouTube で。 YouTube で今日はね、ギャラリーもおりますけども、ちょっと1000万レクサス、中古でしょ？中古です。ちなみに どういうふうにそれは注文来たんですか？はい、それはですね、まあ、たまたま、問い合わせでレクサス欲しい、金額を教えてほしいって、新しいレクサスをっていうメールで問い合わせが来て、それに、まあ、どうせからかってんだろうなと思って、まあ、そんな高い車は自分で見て買った方がいいですよっていうふうに返信をしたら、フリーダイヤルに電話がかかってきて、 YouTube を見て栗本さんを信頼してるのになんでそんなことを言うんですかって言って、あなたを信頼してるんでぜひ車探してくださいよって言われました。逆に怒られた的な。そうですね、はい。なるほど。でも高級車ってそんなに結構出てるんですか？いや、高級車そんなにというか、まあ、お金持って見える方は見えるんであれなんですけど、その高級車だから、まあ、信頼できないと買えないよっていうところじゃないですかね。あ、なるほど。ちなみに車って消費税増税になったじゃないですか、4月で。で結構大変っていう噂聞いてるんですけど、今どうですか、 YouTube 活用してその中古車の売れ行きっていうのは。はい、うちのブーブーオークションではおかげさんで、前年比、2倍以上の数字を出させていただいております。増税なのに2倍。はい、増税になったので、本当に必要な方だけが、まあ、ブーブーオークションの方動画を見て信頼して、まあ、お問い合わせいただいてご購入いただくという感じになってます。羨ましいですね。そうするとますますあれですね、5月以降も売れて仕方ないですね。そうですね、まあ、今の感じでどんどんいけると思っております。はい、そしてやりましたですね、ソース締めたいと思うんですが、ちょっと栗本さんね、ちょっと今消費税増税とかでね、買い控えとかでなんかしようってなってる人多いんで、ちょっとカツを一発入れてあげてください。はい、YouTube を活用すると本当に必要なお客さんだけが集まってくるんで、YouTube はすごいこういう時こそ有効的だと思っています。はい、ありがとうございます。今回はですね、なんとね、YouTube 活用好調ですね、とうとうね、中古なですけどレクサス1000万が売れてしまったっていう、ブーブーオークション栗本義隆様に、八円ラジオご出演ご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次週お待ちしてます。また来週。